メコだ。おお、ほら喜んじゃってる。数億円ですよ。もはやこのホームランとしたらどうですかこれね。へいらっしゃい、何しますか。マグロですね。おりゃい、ちょっと待った。え、なんで食っちゃうの。はい、というわけで今日もお寿司屋さんやっていきたいと思います。まだね、ちょっと風で声がいまいち変な感じなんですけど、すいません、この声でやらせていただきます。というわけで今日はね、何をやっていこうかと思いますと、おっと早速怖い焙煎が来てますね。今日はね、あのスーパー豪華、何これ、ちょっと待って、グミ、え、そんなの食べたいのこいつ怖い顔して。ねえ、まあでもね、大体ね、こういうね怖い顔してる人は甘党だったりするんですよね。というわけでね、今日は何をしていこうかと思いますと、あ、なんか変、今日は何をしていこうかというと、あの超豪華寿司をね作っていきたいと思ってるんですけれども、ちょっとその前に普通にお寿司作ってみてくださいっていうリクエストもありましたので、ちょっと普通に作っていきたいと思います。グミのお寿司って普通じゃないんだけど、まあいいか。とりあえずこの人の指定通りのやつ作っていきましょう。グミ、グミ、これか。なんてメルヘンなのこれなんてメルヘンなんだろう。本当にいいのこれで。これはこれである意味なんかメシテロな感じだけど、いいの本当にこれで。よし、山盛りにしてあげよう。ゴリラちゃん食べたいって言うから、こっちにもいっぱいつけちゃおう。よし、ほら、これでどうだ、どうだこれ、ほら、嘘、こぼれてるし、下の方こぼれてる。いいのこれで、本当に本当にいいのゴリラ先輩、これで、これでいいの。おお、喜んでる喜んでる、本当かよ。さあ、今グミのお寿司を取りました。食べたー、よだれ出すぎだろ。おい、おー、うまい、ラブリー、へー、本当かよ、本当に本当にうまかったのこれ。あ、猫だ、来ましたね。さあ、じゃあ早速タコ、目つきの悪いタコだな、またこれ。え、豪華寿司作っていきたいと思いますよ。さあ、豪華寿司はね、どうやって作っていくかというと、まずこちらでございます、軍艦巻き。そしておもむろにカメラで写真を撮ります。はい、できました。まずはね、こちらでございますよ、お金。ほら、コイン寿司、コイン寿司、どうこれ、超豪華じゃないこれ、最強に最強に豪華ですよこれは。 なんつったってお金ですからね。さあ、このコインをですね、もうふんだんに使っていきますよ。もうね、こうもったいないなーと思うこともなく、まあ、こう余すことなく、こうふんだんに、こうもう溢れんばかりに、溢れんばかりに、こっちにもほら、こっちにもほら、どうこれ、この豪華さ半端なくないこれ、すげえなこれ。よし、どうだこれ、ね、おー、まあ、溢れちゃってるもん、ほらすごいよこれ、超金持ち気分でしょこれ。さあ、猫だ、おー、ほら喜んじゃってる。やっぱね、お金にはね、みんな目がないんですよ。さあ、食べてください、食べてください、どうぞどうぞ。さあ、どうですか猫ちゃん、美味しいですか、どうなの、どうなの、おー喜んでる、やったー、どういう歯してんだお前さあ、大将来ましたね、大将、ペンギン大将。さあ、今回は何を豪華に作っていこうかな。ちょっと待ってよ、また写真撮るからね。次はね、こちらでございますよ、どうですかこれ、キラ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 宝石ですよ、ほらキラキラしてるでしょ、ほらほらほら、どうですかこれ、この真珠みたいな金の塊かな、これは金の塊、どうだ、ほらキラキラしてんだろう、これ、時価いくらだろうこれ、時価数億円ですよ、もうもはやこれ、こうなってしまったらどうですかこれね。大将、肩こりとかね、ひどいらしいから、この金の金属をこれをね、食べていただくと、まあ、肩こりも解消されるんじゃないですか。普段大変でしょう、大将ね。さあ、どうですか、おお、ほらもう喜んじゃってる、ほら金ピカだからね、ほら金ピカ、どうだこれで、さあ食べてください、さあ食べてください、大将どうですか、美味しいですか大将、わほー、喜んでる喜んでる、いいね大将、今ので退職金全部使い果たしたに違いありません次はキツネ丼ですね、キツネ丼。さあ、今度はね、こちらでございます、どうですかこれ、ほらダイヤ寿司、ダイヤ寿司ですよこれは、
ダイヤ寿司、さすがキツネ堂。もうこんなのダイヤモンドって一番硬いんじゃなかった確か。ねえ、これ噛んだらどうか、歯がほぐほぐってなっちゃうよねこれ。すごいなこれ、超豪華だぞほら。しかも全然こうダイヤはやっぱ希少だからちっちゃいからなかなかこう積み重なりませんねこれね。すごいすごいいっぱい。うわどうだダイヤ寿司、ほら全部ダイヤ、ほらどうこれ全部ダイヤ、うわ超豪華超豪華。さあこれでいきたいと思います。どうですかキツネさん、どうですかキツネさん、ほらダイヤ寿司ですよ、ダイヤ寿司。どうこれ食べるのこれ、本当大丈夫キツネさん、はあ大丈夫、ああ喜んでる喜んでる、よかったよかった。さあ食べてください、さあ食べてください。どうですかどうですか、美味しいですかキツネさん、キツネさん美味しいですか。おう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 、おいしい。本当かよ本当かよ、顎どうなってんの、ダイヤニウムでできてんの、ガンダニウム合金でできてんの、すごいな。おい、あ次ライオンパイセンですね、ライオンパイセン、さすがライオンパイセン、もう注文も豪華でございますよ、さすが110の、はい、まずはねルビーです、ほらどうですかこれルビー、すごくね、ルビーの塊、これはルビーだよ、ルビー、ルビー寿司、ちょっとイクラに見えなくもないけど、それは言っちゃいけないお約束だよそしてこっちはなんとエメラルドでございます、ほらエメラルド、すごくない、これルビーとエメラルドだよね、え、あなんかそれポケットも、あちょっとダメダメ、それ言っちゃダメなやつ、言っちゃダメなやつね、ほらこれどう、いいんじゃないこれ、超豪華、ほら超豪華、ちょっと美味しそうじゃない若干ね、え、よしこれほらどうだ、クリスマスカラーじゃねえか、よく考えたら、さすがクリスマス。さあどうだ、おお喜んでる、おお、おかしくなっちゃったライオンさん、ライオンさんおかしくなっちゃった、大丈夫ですかこれ。おいし、さあルビーとエメラルド食べてください、食べてください、どうですか美味しいですか、おうおう、もぐもぐ、うん、おーはーい最高やで、よかったよかった。はい、というわけでね、今日は超豪華寿司食べていただきましたよ。お、なんだなんだ、坊主が来たぞ、どうした、おうおうおう、あ、これ最後出るんだ、何食べたのか、はいはいはい、ゴリラがグミを食べて、猫たんがコインを食べて、ペンギンパイセンは金の塊、キツネくんはダイヤモンド、そしてライオンパイセンがルビーとエメラルド、すげえなこれ、食べました。そんな感じで今日はこの辺にしたいと思います。それじゃあ今日はこの辺で、また見てね、バイバーイ。